続いてミライラボ株式会社常務取締役営業戦略本部長兼事業戦略部長平塚ライタ様より中古 EV バッテリーのリパーパスと太陽光路面発電による GX 推進についてご講演いただきます平塚様お願いいたしますはい、えー、ただいまご紹介いただきましたミライラボ株式会社常務取締役の平塚ライタと申しますよろしくお願いいたします 本日はですね、2つの事業についてご紹介をさせていただきたいと思っております。目次,目次としてはこのような流れを想定しております。では初めにですね、どんなことをやっている会社なのかというのを簡単にご紹介させていただきますと、弊社ミライラボは常識を覆す省エネ技術の提供を通じて、100年後を見据えた地球環境づくりに貢献します ということを企業理念に掲げる会社でございまして過去これまで環境に関わるさまざまな研究開発をやってきましたがその中でですね「環境にいいことしかやらない会社」というスローガンを創業から18年間一度も変えずに続けてきたことが今となっては一番の強みとなっているそんな会社でございます。 このような長年やってきた環境技術、またそれに関わるコンセプトにですね、ご賛同いただき、資本業務提携という形でパートナーシップを組ませていただいている企業様が、こちらの6社様になっております。この企業様の他にもですね、資本関係はないものの業務提携を行っていたり、パートナーシップを組んでいる企業様というのが複数いらっしゃいます。 本日はですねこの企業様と特に今力を入れながら進めている事業について2つご紹介をさせていただきますまず1つ目はですね EV リパーパスバッテリー事業というものになりますこの取り組みの背景としましては世界的に進む EV シフトですとかまたものづくりの考え方としてリニアエコノミーからサーキュラーエコノミーへというような考え方のシフトも始まっている中で 実は EV に関しましてはです、ね、その中で使大量に使われているリチウムイオンバッテリーこちらのリサイクル技術というのがまだ確立されておりません。確立,確立されていないなという意味はです、ね、例えばあ新聞紙がトイレットペーパーになったりですとかあペットボトルが洋服になったりとかそういう効率の良いリサイクルの技術というのがないという意味でして。 じゃあ回収されたバッテリーは今どうなっているのかというと材料として資源として海外に売られてしまったりですとかまたですねリサイクルと言いながらもほとんど廃棄に近いような取り扱いがされてしまっているという現状がございます。 そんな中原料となっているレアメタルもですね、枯渇問題等々になっているという状況下の中で弊社はですね、この回収された廃バッテリーを適切に劣化診断を行ってそこから適切な用途に再生品化を行うリパーパスを行うという取り組みに今現在力を入れております。 こうしますと本来廃棄されるまたは海外に出てしまうはずだったリチウムイオンバッテリーというのを車以外の用途でもう一度例えば街路灯であれば10年間とかそのまま生き流させる生き流れさせることができるということで最終的に今後ですねリチウムイオンバッテリーの効率的なリサイクル技術が確立された時には初めてこの EV のサーキュラーエコノミーが確立すると。 こんな世の中を作るための中間の技術また事業ということでその中の具体的な取り組み効果としてですね今現在弊社はこの EV のハイバッテリーを使った自立型ソーラー街路灯に生まれ変わらせる事業というのをやっております。 こちらの取り組みはですね「ザ・リボン・ライト・プロジェクト」という5年ほど前のプロジェクトから発足した取り組みになっておりましてこちらはですね震災から復興再生に向かっている福島県浪江町に対して EV から外されたバッテリーを再生して町を明るく照らすというコンセプトで進められたプロジェクトでございます。 こちらのプロジェクトでは1台から外されたバッテリーから12基の街路灯をリパーパスすることができますのでこの12本の街路灯を浪江町の国道沿いに設置をするという事業でして今現在も国道14号線を照らしております。またこれ以降プロジェクト以降ですね弊社の方で製品化を進めまして製品化第1号のザ・リボンライト4.0というものは オリンピックパビリオンに設置をさせていただいて以降複数の企業様のですね、環境に関する取り組みを PR したいというような企業様の敷地内を中心に導入を進めさせていただいておりますまた昨年はですね、えー、単なるソーラー街路灯だけではなくて再、えー、エネを発電して、えー、EV のハイバッティに蓄電したこのエネルギーを活用して 例えば街路灯から災害時、電源を取れるようにしたりですとか通信によって遠隔で発電状況、蓄電状況等々を遠隔監視できるようにしたりまた、電源がないところにもカメラやセンサーがつけられたりというようないわばスマートポールのようなものをです、ね、完全自立型で設置をするという製品も開発をしております。 どんなところに導入されるかといいますとです、ね、例えばここ最近これまで氾濫しなかった河川が氾濫するようになってしまってその監視ができないとか害獣対策どうしたらいいかわからないまた資材置き場からの盗難事故が増えてしまっているこういったお困りごとというのはです、ね、ほとんどのケースで電源が近くにないということで困ってらっしゃるということが多くあります。 そんなお困りごとをですね完全自立型で再エネ100%で解決するというのがこちらのリボンライトトスマートの強みでございます。で実際にですね熱ヨタ仙台様で初めての導入実績をいただいたりですとか地元八王子市もですね数年前に東京大学の教授が刺されてしまったような事故現場 こちらはですね、電源の事情によって監視カメラがつけにくかった場所ということで、えー、現在もカメラがついて、あこれまでもカメラがついていなかったんですが、今回弊社の街路灯によって、えー、セキュリティが強化できたというような実績で、大変喜ばれている取り組みでございます。また、弊社のこの EV リパワーパスバッテリー事業の効果あとしてですね、今歌っているのは、えー、この EV の中にある、う リチウムイオンバッテリーこのバッテリーを生産製造するためにですねセルの製造またそれの組み立てという部分で大量の CO2 が排出されます。これを弊社の取り組みはですね新たに作ることなく一度使い切ったバッテリーをそのまま使いますので約60%の CO2 の排出量を削減できるというような環境的な効果を持っております。 このような取り組みに今ご賛同いただいているのは三菱自動車工業様でして現在弊社のこの EV リパーパスという取り組みをですね、えー、三菱自動車さんのアウトランダー PHV のハイバッテリーこれを活用した街路灯の開発というのを一緒に共同開発をさせていただいておりましてすで、えー、に岡崎製作所水島製作所京都製作所十勝研究所等々 日本国内にある全ての拠点に対してですね自象検証ということで導入をして来年度以降三菱自動車製品として販売していただくという計画が今進んでおります現在の課題と今後の対応についてですが主にこの3つが挙げられます ただ、えー、こちらに関しましては、ですね、えー、量産体制は整っているので、えー、どうやって販売をしていくかというところで、えー、連携する企業様によってと、企業様と連携することによって、解決がすでに見えております。また、三菱自動車工業様をはじめとして、ですね各社との,の連携、強化、こちらによっても、すでに解決の糸口が見えております。 また先ほど、さまざまなサービスが追加できるというふうに申し上げましたけれども、カメラや通信端末のメーカーではございませんので、そういったデバイスメーカー様、またはサービス拡充するためのですね連携企業様というのも現在、随時募集をしているところでございます。続きまして、2つ目の取り組みをご紹介させていただきます。 こちらはですね太陽光路面発電パネル事業というものでございましてこの背景としてはです、ね、このセミナーのタイトルにもなっている「カーボンニュートラル」というものに向けてですね日本国内も含めて さまざまな取り組みが進められておりますがその中でもこの再エネの促進というものに関しては主に FIT という取り組みがですねかなり力が入れられて日本国内においても一気にソーラーパネルの普及拡大というのが進みました。 ただ国土のです、ね、ほとんど高い割合を山林や河川が占めてしまっているこの日本ではですねしょうがない現象かもしれないんですけれども山肌を削ってソーラーパネルをつけるという取り組みが進んでしまっている事態がございます。これによってです、ね、土砂災災害害等のの二次災害の発生ですとか 本来 CO2 を吸収する森林を伐採してますので CO2 吸収量の低下等々の少し矛盾してしまう取り組みなんかも進んでしまっているのが事実ございますそんな中で弊社が進めているこの太陽光路面発電パネル事業というのはですね簡単に言うと人や車が乗っても壊れないソーラーパネルを現在事業化に向けて研究開発をしております この路面発電と一般的なソーラーパネル、どう違うかというのを簡単に比較したものがこちらです。まずですね左上、負荷、こちらは屋根の上とか斜面についたソーラーパネルでは全くかかることない負荷がかかるのがこの路面発電です。歩行者はもちろん車両による負荷がかかります。 また条件ですね南面に向ければ効率的に発電ができるというような一般的なソーラーに向けて、えー、比べて弊社の路面発電は基本地べたに張りますので0、まあ、度というかですね、えー、ほぼ平面に設置することが条件付けられますまた障害物屋根の上に乗っていると近くの建物ですとかちょっとした障害物がですね、あると想定されますが路面に関してはもうどんな障害物が またどんな不定期でですね影が入るというようなさまざまな課題がある中でそれらを技術的に解決したのがこのソーラーモビエという技術になっておりますまたですね保安のためのフェンスであるとか設置に必要なあダ題等が不要という意味ではポジティブな比較違いというのもございますで今現在はですね ゼップ化というですねゼロエネルギーパーキング駐車場内のエネルギーは駐車場内ですべて自家消費するというような取り組みを進めておりまして一昨年から南大沢の立体駐車場の屋上面へ導入をしながら自証検証の開始また昨年からはです、ね、阿佐ヶ谷にあります平面駐車場に設置をして自証検証を継続というような取り組みを進めているとともにですね ネドの事業ということでディズニーランドを運営をするオリエンタルランドさんの協力のもと車道面100平米歩道面100平米というかなりの規模感のある実証検証にも着手をしておりますまた弊社の地元八王子市の方では八王子駅の南口おそらく皆さんがテレビでよく目にする雪が降ったとか最高温度が記録したとかっていうようなニュースで流れるのが北口でしてその反対側の面になります。 こちらではですねこのデッキで使われる電気をすべて使用この路面発電 EV のハイバッテリーによって自家消費する仕組みかつ災害時には帰宅困難者として集まった市民の皆様にスマホの充電などのサービスを提供するというような環境と防災を組み合わせた取り組みというのも進めております今後の課題と対応について簡単にご紹介するとまずは施工方法やコスト こちらはです、ね、弊社メーカー1社だけでは解決ができないことですので施工会社様との連携した研究ですとか先ほどご紹介したような実証検証によって解決を今目指しております。また量産効果もさることながらですね、今現在屋根の上のソーラーパネルにつく助成金補助金はあるんですけれども路面につけるソーラーパネルに適合するものがございませんのでそういった制度に適合した仕様にするということも検討中です。 またですね量産に関しては弊社ファブレスメーカーですので、えー、生産技術の確立ですとかサプライヤーとの連携によって解決をしていきたいというふうに考えておりますまたこれとは別のアプローチとして今現在取り組んでいることとしてですねこのソーラーモビエブロックという新商品を開発先月発表いたしましたこちらはですね舗装工事を一切必要としない本当に手軽に 簡単にまた素早く設置ができるというような路面発電パネルでして、えー、設置条件は歩道に限ります車は乗れないんですけれどももうその日から設置をしてその日から自家消費ができるというような新たな取り組み新たな製品というのも発表しておりますでこれまでご紹介した2つの EV リパーパスバッテリー事業また太陽光路面発電事業をうまく組み合わせていくことまた環境の取り組みと防災 防犯、DX、安全、共造等々です、ね、環境と何かを組み合わせることでカーボンニュートラルの達成また新たなまちづくりに貢献したいということで主にこの2つの事業に力を入れて取り組んでいるところでございます。 環境にいいことしかやらない会社、ミライラボでございますが、まだまだですね、この連携企業様、また導入先の企業様というのを募集しているところでございますので、もしご興味ございましたら、お問い合わせいただければと思います。ごごご清聴いいいたた。た。だきままましししてあありりががととううざざ平塚様、